バブル後ですね。まあ、バブルってなったら、それは崩壊してしまうので、じゃあ崩壊した後どんな感じになるかっていうと、これは、二つポイントがあると思っていまして、まず一つ目が、広告収益が激減する。二つ目が、YouTube のアルゴリズムが変更される。この二つですね。で、ここに関してはちょっと順番に解説しようと思うんですけど、まず一つ目が広告収益激減。で、ここに関しては、先ほど動画の前半の方で、今その YouTube 収益が上がってる。例えば僕の収益っていうのが、まあ、月間200万はいかないですけども、結構高くなったみたいな。で、そうなった原因っていうのが、まあ、いろんな企業が今とりあえずこう動画広告一旦出してみようかなみたいな、テストしてみようかなみたいな。まあ、テスト段階で、その企業の、まあ、言ってしまう動画に関するリテラシーが低いんですね。だから、まあ、言ってしまったら、企業から搾取してるみたいな、まあ、言葉すごい悪いですけど、そういう状況ですよね。企業が、まあ、情弱みたいな感じですよ。めちゃくちゃ言葉悪いですけど。で、それで僕がこう搾取してるみたいな。まあ、たまたまそうなっちゃってるんですけど、今市場的にそんな感じなんですね。まあ、ただそれが、どんどん、企業側が学習していって、YouTube に広告出しても全然商品売れねえじゃんみたいな、こいつら意味なくねみたいな感じになってくると、そうすると徐々にこう収益が下がっていくと思うんですね。で、なんかそんな感じの時代になってくると、それと多分似たようなタイミングで、YouTube 側っていうのがある程度そのアルゴリズムの変更っていうのを行ってくると思っていて、で、なんでアルゴリズム変更をするかっていうと、まあ、いろんな人がこうドカンとそのバブル期になってこう、めちゃくちゃ入ってくるじゃないですか。で、めちゃくちゃ入ってくると、その YouTube の動画の全体の質っていうのが下がっちゃうじゃないですか。で、下がってしまうと、YouTube の運営側としてそれは良くなくて、なんでかっていうと、YouTube 見てるのになんか、ゴミ動画みたいなのいっぱい出てきたら、もうみんな YouTube 使うのやめるじゃないですか。YouTube よりなんか TikTok の楽しいなみたいな、TikTok 行こうみたいななっちゃうじゃないですか。で、それを、避けるために YouTube 側っていうのはアルゴリズムっていうのは、まあ、もちろんこれ日々改良してると思うんですけど、そういったバブル後っていうのは結構大型の改良っていうのが入ることが多くて、で、それで低品質の動画っていうのが一気にこう排除されるみたいな。そもそもなんか YouTube のその、ホーム画面から一切排除されるみたいな。例えばチャンネル登録が1000名以下だと、もうホーム画面一切出てこないみたいな。多分こういう、まあ、ここまでいくかわかんないんですけど、まあ、こういう仕様変更があると思うんですね。で、こうなってくると、そのバブルっていうのが徐々に終わっていく感じですね。で、そうなってくると多分2021年、もしくは22年とかかもしれないですけど、これぐらいで、あ、やっぱもう YouTube もうオワコンだね、みたいな。もう今から YouTube 始めても無理しよう、みたいな。まあ、そういう、まあ、世論というか、そういう、まあ、世間的な言葉ですね。まあ、そういうのがこう生まれてくると思います。で、その時に、じゃあその時代に誰が生き残るかっていうと、それに関しては僕は2パターンだと思っていて、生き残るパターンの1つ目っていうのが、ブランド化された巨人ですね。で、2つ目が商品を持っている個人です。で、この2つのパターンだと思っていて、まず1つ目の、ブランド化された巨人ですね。で、ここに関してはもう、言ってしまえばもう大手企業ですね。もしくは大型 YouTuber。まあ、この2つどちらかなと思っていて、どちらかというか、まあ、両方残ると思うんですけど、例えばまあ、お笑い系で言ったら、まあ、その DJ 社長とか、なんか、ヒカキンとか、はじめ社長とか、あとまあ、YouTuber のヒカルとか、ラファエルとかですかね。まあ、このあたりっていうのは、まあ、鉄板でまあ、なんとか残ると思います。で、あとさらに、企業の大型チャンネルっていうのも残ると思っていて、で、例えば、まあ、最近だとリクルートがこういう、YouTube に参入とかもしてると思うんですけど、そういったリクルートとか運営するような何かチャンネルだったりとか、もしくは、まあ、大手ニュース会社が運営してるチャンネルとかですね。まあ、こういう場所っていうのは、もともとそのブランドとか、まあ、信頼っていうのもあるので、残っていくと思います。だから、人気 YouTuber もしくは大企業しか残らないみたいな。まあ、こんな感じですね。で、一方で、商品を持っている個人ですね。この動画見てる方は、基本的にこちら目指してほしいんですけど、基本的に大企業とか、もう超人気 YouTuber、まあ、ここを目指すと、本当にもう 0.0001% の世界みたいな。まあ、こんな感じなんですね。そっち目指すのも良くて、僕とチャンネルでそっち目指してるんですけど、まあ、こっち目指すの相当もうスーパーハードなんですよ。で、スーパーハードで、もうなんか人生耐え抜くぜみたいな。まあ、そんな感じの人だったらこっちでいいんですけど、まあ、それよりも普通に月100万とか、月200万とか300万、それぐらいだったら、商品を持っている個人のチャンネル、もうこっちで全然稼げるんですね。だから、0.0001% とかそういうトップを目指すよりも、まずはこっちで安泰に稼いでいく。で、安泰に稼いで、もう生活費とかも全て稼ぎ切ったら、そしたらもう自己実現のためにこの上目指すのもありだと思うんですけど、じゃあ要するに、商品を持っている個人ってどんな感じかっていうと、まあ、言ってしまえば今の僕の状態まさにそうなんですけど、例えばブログを書いていたりして、で、ブログに関する教材とか持っていたりとか、あとは、プログラミングの発信もしているんですけど、僕はプログラミングのその教材を販売していたりとか、あとは、ワードプレスのテーマですね。そういうのとか、まあ、そんな感じですね。まあ、他にもいろいろあるんですけど、まあ、そういうのを売っている人たちで。だそんな感じで、僕の場合だったら基本的に、個人で稼ぐっていう場所を公開して、で、それで、視聴者さんが集まってきて、で、さらに勉強した人っていうのが商品買っていくじゃないですか。まあ、こういうモデルですね。で、例えばこのやり方って他のジャンルでも全然展開できて、で、例えばじゃあヨガを教えるじゃないですか。で、なんかこんな感じでヨガやります、みたいな。で、ヨガやって、で、じゃあ私のヨガ教室こちらやってます、みたいな。ぜひアクセスしてください、みたいな。まあ、そんな感じとか、あとは例えば、ライティングが得意な人とかだったら、ライティングをこう、ひたすらこう YouTube で教えるじゃないですか。例えば、この、主張の方はこうです、みたいな。主張理由みたいな。まあ、こんな感じでその、YouTube 文章教室みたいな、まあ、そんな感じのチャンネルを作っても、ひたすらこう、ライティングテクニックも超発信しますよね。で、発信しながら、まあ、さらに勉強したい人は、セミナーどうぞみたいな。セミナーは有料なんですけど、こちらです、みたいな。まあ、そんな感じでセミナーで、その、なんだ。お金を稼いでいくとか、まあ、こういったやり方ですね。まあ、なので、まあ、先ほどお話したように、超人気 YouTuber とか、あと大企業みたいな、こっち側を目指していくと、もう本当に確率的にめちゃくちゃもう、なんていうんですか、それこそトップアスリートとかもそういうレベルになっちゃうんですけど、一方でその個人で商品を持って稼いでいく。これだと、まあ、ぶっちゃけたらチャンネル登録が1万あったらもう楽勝でもう超楽勝で食っていけると思います。で、1万なくても多分3000、4000、5000とかでもちゃんと収益化していけば生活費は全然いけると思うんですね。だから、どちらかというと、しっかりその自分の発信するジャンルっていうのを決めて、で、そこでこう、コツコツ出していく。で、徐々に自分の商品っていうのを作っていく。まあ、商品作りは後でいいと思います。一旦は稼ぐというテーマにおいて発信をしています。で、もし今後収入を伸ばしたいとか、もっとなんか人生の難易度下げていきたいみたいな、まあ、そういう方がいたら、チャンネル登録しておいていただけると、もちろんその全部の動画を見ようとかっていう、そういう風に言うわけじゃなくて、この動画の内容ちょっと気になるなとか、この、なんていうんですか、内容って自分あんまり理解してなさそうだなみたいな、そういう動画が流れてきたら、ぜひ移動中とかで聞いてもらえると嬉しいです。で、聞いてもらいつつ、かつそのまま行動を実行していくと、多分収入とか、あと、まあ、会社で出世するとかもそうだと思うんですけど、またフリーランスとして独立して稼いでいくとか、まあ、そのあたりの知識っていうのはもう確実にこうアップデートされていくと思います。なので、もしよかったらチャンネル登録しておいてもらって、見ていただけると嬉しいです。